どうもピアキングです。今日はこのコースやっていきます。サブパーマリオメーカー2、標準以下のマリオメーカー2ということですかね。まあいつも通り意味わかんないんですけど、来ましたよ、イベントコース第3弾最終コース。聞いた話によるとこのコースが一番ヤバいらしいんですよ。バグり方がヤバいのか、鬼畜さがヤバいのか、面白さがヤバいのか、全く見当もつかないんですけど、もう全てであってほしい。それじゃあやっていこうか。クリア率は 2.5%。 いや楽しみで仕方なかったね、このコースするの。僕たちがさ、まだ見たことないバグとかあるんじゃないかな。くー、楽しみでしょうがねえね。最初からさ、バグとか飛ばしまくってていいよ。まず10コイン30コイン50コインやるけど、あっちの方には行かない。絶対罠だと思うよ。あ、なんか別に普通っぽいトロールコースじゃん。でこのドス、はっ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 、開幕サンドイッチ。てっきりさ、このドッスンがパウ発動してブラパがやられると思うじゃん。なんだよそれ。こいつはワンナップワンナップ、最後は魚なんだろ。読めてんだよ、前回のトロールコースでよ。さあ、Z とかできませんよ。あのクリボーに乗れてか。クリボーに乗った瞬間僕は左、あ、なになに、返してよ、ロジャクサンスミス。ならばブランコに捕まった瞬間すぐに降りて靴を履いていく。そんなに難しそうなコースじゃないよな。やっぱりイベントコースだからちょっと手を抜いてくれてるのかもしんないね。よろしくお願いします。僕は右にジャンプするしかないんだ。てやがい、あれれ、イベント最終コースがこんな感じでいいですか。こっち行ったらダメ、実はこっちですよみたいな、そんなイベント。ふざけるなよ。さすがイベントコースだと言わざるを得ないね。バカにするのがめちゃめちゃ面白い。こんなのイベントでやったら絶対面白いに決まってるじゃんね。さあ部下に入ります。バカにするのも大概にせんか。面白い。普通だったらさ、罠に引っかかったらイラッとかするときあるじゃん。でもこのコースは引っかかっても全部笑いに変えてくれるんだよね。こんなコースね、笑わないでいれって言う方が無理な話ですよ。さあ中間ポイントゲット。次はチョロプーが2体いるね。 USA キノコもある。この USA は後で取っておこうか。そうしないと処理できないような気がする。そしてドクロリート、君は何をしてくる。特に何も、あ、下に来るとかなんじゃない。どうもアナ雪です。はいはい、なら上の USA は餌だったっていうこと。なんだお前。さっきまでいなかったじゃんか。え、このチョロプ抜けんの。ですよね。ゆっくりで問題ない。バネはまた出てくるとき、走ったら出てくるっていう感じなんだろうな。じゃあチビのまま進みます。そして USA を取れっていう感じ。このブラパ何かして、うん、何かしてこないのかな。大丈夫、取れないね。でもここで実は取れますみたいな。もうマジで死ぬって。俺を殺す気か。いやね、日本人の方のトロールコースもマジでレベル高いと思うんだけど、海外の人たちはあれだね、人を笑かすのがマジでうまいよね。さあこのカロン、どうすればいいのか。普通に取っていいのかい。しかもさ、すごいのがちゃんと進みやすいの。難しいテクニックなんかいらないで誰でもできますみたいな。トロールコースっていうのはね、マジでそれが大事なんですよ。無駄なやられ方をしなくていいっていうのかな。でこれ右上ジャンプしたら絶対なんか来るって。何も来んなよ、頼むからジャンプ。お前は来いよ。そんなのわかるか。なるほどね、そこに床があるからこの床の上になっていけた。うぅ、すごいすごい、僕ね一本取られちゃった。うん、ここは蹴っていいのかな。バム様、カロンの甲羅でバム兵踏んだらいなくなっちゃうよね。だからこのまんま踏めるんだ。でカロンの甲羅を吐きます。まあ思ったよりもバグを乱用しまくってないね。まあ無駄にしまくったら理不尽すぎるコースになっちゃうんだろうね。これ上一旦調べておこうか。これ蹴ってみる。うん、どの場所で、いや、ここ隠しブロックがあるかもしんねえもんな。こっから蹴った方が絶対いいと思うよ。頼む、何も来んなよ。はっ、豚。豚がバネを出してくれました。よっほほほほ。中間ポイントにゲットだぜ。さあドアに入れさせて。やめろ、ガチャ、今すぐ帰れ。まあでも中間ポイントからだもんね。ならば今度は USA を取って左からジャンプしていきますよっと。シャー、どうすりゃいいの。中間ポイント取ったから変わったってか。なら今度は左、そして上を審判。オッケーオッケー、左じゃねえ右だよ。どこでいいんだよ。
左を進歩してるけど右行けとか行け他に張れませんね。ドアから出た瞬間右を進歩る。あのドアから出てるのにさ右にワープするなんてやめてくれよな。で今度は右か左か、左は怪しい、この矢印を信用してみるか。あんな50コインなんて絶対罠じゃん。左から行けばよかったんだよ。もう何このコースやめろ、裸さ。真ん中よりちょっと左、この辺で間違いないはずだ。一気にブロックが壊れた。さあこの土管に入っていこうか。うわ、僕ですねかなりゲラなんですけど、このコースはかなりヤバいわ。ゲラだったら死んでしまうほどに。でこれは、ワンナップワンナップ魚でもないか。あ、これ普通にゴールさせてくれんじゃない。え、いける。うわ、なんか怖い。あよし最後の罠見事かましましたよ。うわー、オープニングよしで、隠しブロックとかは、ダサーさー。じゃあゴールしようか。え、普通にゴールさせてくれんの。いやー、なんかあったけど、やったあ、ええ、ちょあ理解が追いつかねえ。ゴールが2つあるってこと。そんな今までなかったやんか。見たことねえバッグつけんな。え、おかしいって、絶対どうかしてるって。僕絶対ゴールしたよね。今さここに隠しブロックがあった。でこの上から行けってか。じゃあ行きますよ。いけー、なんだあいつ。でこれはゴールはできないよね。こんなのマリオじゃダメ。いや僕ね、イベントコース1段2段3段これが最終なんですけど、まあ、これが一番ヤバいってね言われたわけなんですよ。確かにこれは一番ヤバい。こんなのマジで見たことないもん。これでゴールできんだよ。来たな。もはやマリオメーカー2ではない、ショボンのアクションだ、ショボメーカー2だ。さあここで隠しブロックに当たらないようにしていく。今ゴール消えなかった。シャーシャー、おかしい本当にこのコース。ただマジでとんでもなく面白いコースだったね。本当にこのコースだけはマジでみんなに見てほしいね。いや再生数を稼ぐとかじゃなくて、マジで知ってほしい。マリオメーカー好きな方にぜひね、マリオメーカーが好きな方にこんなコースもあるんだよと広めてってください。そして高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、スター1ロッキーロード。ロッキーロードってさ、ロッキー山脈とは違うんかな。で説明文に It is called a road、 It is called a ロッキーロード、 It is road that you go って書いてるんですよ。まあこの AK も持ってないやつが訳すとですね、その道はこう呼んだ、ロッキーロードだと。さあ行くんだみたいな感じかな。多分合ってないと思いますけど。でサムネにドッスンがいるから、ドッスンが主流となったコースなんじゃないかな。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.65%。 そういや最近さ、トロールコースが短いから、トロールコース、通常コース、一発マリオってめちゃめちゃバランスがいいような気するんだよね。やっててすげえ楽しいもん。でこれはスピンジャンプで踏んでいけばいいのかな。そしたら隠しブロックが出てきますみたいな。あー、なるほどね、こんな感じのコースか。いやすげえ面白いよねこういうコース。あー、集中するんだ。トロールコースと違って通常のコースはテクニックが求められる。集中しないとクリアなんてできるわけがない。こんなところに花が出てくるなんて聞いてないって。てっきり普通のブロックだと思うじゃん。今度はペラペラけ。そのペラペラどうなる。一旦様子を見ておこうか。左に行けってか。挟まる。オープンだよ。右へ。トロック。一緒やか。これね、全然考えさせてくれない。まあ通常コースってそういうコースばっかりだとは思うんですけどね。で、花ちゃんか。違う花が出てきたね。びっくりしたよ。さあ、今度は左を失敗で問題ない。これどこにさ、ブラパが出てくるとかわかんないから、マジで怖いよね。今度はドカン。あ、わかった。これタイミングよく行けっていう感じなんじゃない？このタイミング！ブロック、ブロックせよ！バックンが出て少し時間が経った後、このタイミングだ。きっと大丈夫。やっほほほほ！さっ！いやこれマジでめちゃめちゃ面白いね。もうマジで爽快感半端ないよ。爽快？あ、わかった。このリフト乗ればいいのか。そうすると砲台がガードしてくれる。そして次はタレのかかってないみたらし団子が4ついますけど、こいつらは何をしてくる。邪魔しな。
いけると思ったんだけどな。いやこれもう一回やり直し聞くんじゃない？こっから右に行ってこの土管に入る。あ、やり直し聞かせてくれるだけめちゃめちゃ優しいね。さあ今度は、うわむずそう。これ右、いや右じゃないね。なんだそのイギみたいな言い方。最近滑舌がおかしいって。このツタン乗って、あ、ここでスピンか。オッケーオッケー。そしてそしてまたツタに上り移動。あーはいはい。でこっからどうすればいいの。うわっうわっ、ちょ待ってって。待てまたかー。何も分かってないけど進んでいくぜ。臨機応変に対応していくぜ。ここはスピンすればいいっていうのは分かった。じゃあ右ジャンプか。今のところさ、右押し一発でも届かなかったんだよね。だから一旦止まって右にダッシュ。これで大丈夫。うわめちゃめちゃむずそう。え、これどうすりゃいいんだろうね。下のドッスンをスピンして踏んだら、あ、わかった、間に入れっていう感じなんじゃない。入りので、もっかいスピンしの砲台の裏に扉がありますみたいな。やっぱそうだよな。さあ扉入って、今度こそ中間ポイントにゃー。よっしっ、めちゃめちゃ順調じゃん。でこの上のドッスンは何をしろ。ちょ、おばけんのにゃー。よっもういけ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 、いっちゃいっちゃい、なんか来いよ。まさかね、ここにワンランプを隠してるなんて思わないじゃん。いやそれめちゃめちゃ見えてしまったよもう。さあここはドッスンに乗ります。オッケーオッケー、ここは簡単だな。もうねこの場面が終わればゴールだと思うんだけど、これつらら越えていけってか。むずくない、これって。よっしゃよっしゃ、でどうすればいいの。ここまで来れちゃった。でこれは分かった、ドスに乗る、左押しっぱだ。そうだろ、違うよ。隠しブロックがないところまで行ったら右押しっぱか。そして土管に入る。ゴールか、ゴール。でもいやこれが終わればゴールのはずなんだ。よしよし、こそこ。最高、本当に面白いこのコース、ぜひおすすめのコースですね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、一発マリオ出勤射撃ドス。説明文に、避けるだけだよ、全く避けさせる気がないコースだよ。サムネを見る感じ。今のままカットするかすげえ悩みました。まあしないんですけどね。でサムネを見る感じ、ドッスンの上に砲台があるでしょ。それが16体設置されてんのよ。さらに右側にも大量の砲台がある。だから弾とドッスンを避けつつゴールしろっていうコースなんじゃないかな。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.63%。 まあこの配置だったらね、ドッスンは左に来ないと思うんですよ。まあ左に来たら来たで、そっちの方が簡単なんじゃねえかなと思います。さあ始まった、このドッスン。左に来るのか、あのロス。じゃあ上に避けていけっていう感じかな。無理すぎー。一体ずつ左にやろうか。ここでジャンプして避ける。あ、これでいいんじゃない。めちゃめちゃいなくなったね。でこっから、あ絶対ここまでは合ってると思うんだよな。でこっからだよね問題が。この弾抜けるのがマジで難しいの。ゴー、よしよし、で何回避けるか。よし、神回避が続いてる。これ何回もやると無理だって。右に行こうか。お前これ6つどうしようか。ここでこの間に隙間入るのはいい。で上のドッスンをこっちに持ってきたいんだよな。ドッスンこっち来て、そしてゴー。めちゃめちゃ上手くなってる。だけどクリア方法もう読めてきたね。真ん中のドッスンを一旦左にやる。そしていやお前も来んのか。いやこれチャンスなんじゃない。頼む、あーいけー、やってない。もう僕を殺して、あんなチャンス二度と来ねえって。まず真ん中のドスを左にやる。ここまでは絶対合ってる。で真ん中に行きたいんだよな。行きたいんだけどマジで行けないの。下のドスは、分かったよ、下のドスをわざわざ左にやらなくていいんだ。下のドスを左にやらなくていいんだ。なんで一回言ったんだよ。ここでチャンプ。お前は誰だ。やっぱり下のドッスン持ってくるわ。早めに持って、あ、早めに持ってきたらいいのか。そしてこっから、でもこれで完全に攻略も分かってないね。スピード勝負でまず下のドッスンをやって、下のドッスンもこっちに持っておく。でこれで一回かわせばもうクリアできたんじゃない。これさ、下のドッスン2体があるじゃん、一番右の。あのドッスン2体を来させておきたいと思ったら真ん中がいなくなったね。え、これワンチャンゴールできるんじゃない。これめちゃめちゃチャンス。いやー、やったー。手こずらせやがって。もう俺に立てつくんじゃねえぞ、イシャイヤシ。
いやー、たったこんだけだったけど、すごく楽しいコースでした。ありがとうございます。そしてご視聴ありがとうございました。